代儀っていうのは、彼もね、よく一代儀っていうね、仏教のこともあるけど、この一代儀っていうのを自分に当てはめて考えたことあるのかと思った。そうじゃない、全く、その一代儀っていう、もうそういう概念的な仏教用語だと思った。そうじゃない、自分が本当に大事にしなきゃならない。で、今、失言をせる。何失言をし、何これ、そういう意味で、この世に現れてる。そういう意味で、この世にある。つまり、これ、あれですね。私は、この一歳分の一と一歳分の一歳と、両極がある。それが、こう、深まる。自己は自己として完結してしながら、しかし自己は自己のうちに深まっている。そういうことにおいてこの世に生きてるんだ、こういうことね。それからその次、青年の仏今に伝われ南国の訪問より開演する皆如来の如実知見なり。これ、まあ、六祖大師のね弟子に青年と南国っていう人が、この六祖大師の弟子の青年南国以来、この座禅が本当に広まったんだね。ところがそういう仏法が世に開演したということ、これは皆如来の如実知見なり、つまりその生命の実物者が生命の実物を働いたこと、仏法人としてのあり方、誠に唯物余物の偶人なり。これまた仏と仏と、この仏をだから決して他人に考えちゃいけない。今自分の生命の実物、自己の生命の実物が行き着くところへ行き着くとこう深まっていく、そういう生命の実物で、敵仏仏敵の開示ご入内と経験すべし、こういうふうに深まっていくのを開示誤入っていう、こういうふうに深まっていく、これも開示誤入。大体ね、開っていう字ね、辞書を引いて調べてみたんだね。解っていう字は、漢字でもって解っていう字は、これは門だ。そこにね、こう門に貫禄がかかってるんだよね。その貫禄の下にね、あのこう手、こういうのが手ですね。人間の手も貫禄こう開けるわけね。それが貫禄っていうのは、門がこうある、そこにギュッとこうあるでしょ。その貫禄をこう開ける。それが貝の字だし。だから字っていうのはね、このいわば手の字だね。手の字の上、これはねいわば机のことらしい本来ね。そしてこのところへこう物を置ける。だから机の上へ何か物を置ける、この愛して、これを清めるっていうのは、これなんかこういうふうに
お酒注いでこう清めるらしい。それが字、これがそのこういうふうな形になったらしい。つまり祭壇にそのものを備え、そしてあの清める、そして神様に献ずるっていう意味なんですね。つまりあのこう乗っけるんだから、こうはっきり見つめること、あのなんていうか目の前に実物を置くってことだ。それから五っていうのは、これはまあ立身弁に言われ、立身弁に言われてもそういう意味で悟る。それから入っていうのは、これはいい入り口、この入るっていうね、こういうふうにどこから出てきたらしい。結局生活してる自分をそういう入り口もあの証券文字らしい。で結局生命の実物っていうのは、さっきも言ったように青空と同じように 見据えられないんだから。そうするとね、これは無限に深く入っていくようなしょうがない。でこれで到達したっていうことはない。無限に深く入っていく、深まっていく、そういう意味で戒備五入っていうね。要するに一歳分の一、うろうろいつも途方に暮れてる私が一歳分の一歳としての生命に無限に深く深まっていく。だからそんなに簡単に俺悟ったってそんなもんじゃないもん。無限に深く、ほら無限だ。でただ深くだ。仏法ってのは深さの宗教だね。本当に深くなっていく。その点あれでしょ、概念的にみんなあれとこれとってこうね簡単に処理しちゃう。それに対して仏法は生命の実物だから、どこまでも無限の深さに深まっていく。で適物仏的の戒備五入内と法華殿すべし。法華殿というのはこの前も言ったように、法華っていうのはね、法っていうのが生命でしょ。その法、生命の花が開く、生命が花を開く、生命が花開くって言ったっていう、その何か他のものになるんじゃない。生命が生命の花開く、生命、そういうのが法華だ。法華殿するし、これを妙法蓮華経とも名乗る。出入りなしのところに出入りしてどっちに転んでも生命の実物だ。その生命の実物になお生命の実物するっていうんだから、出入りのないところの出入りね。それこの前私は言ったの、紅茶の話したよね。でこれを超菩薩法な、菩薩を教えるところの法だ。菩薩っていうのね、仏道修行するしようとする人ね、それを教えるところの法だ。でこれを諸法と名付け聞かれる家です。この出入りなしなんだが、本来無相だ。無相なんのところにあらゆるものがある。それで諸法実相っていうね、あらゆるものは諸法、全くだから生命の実物だって言って、目が一面じゃない。そこに本当は無相なんだけれど、そこにいろいろの風景がある。これ私思うんだけど、私そこそれも思い出そうと思うけれど、私が赤ちゃんでその寝かされていた自分、この世の中どういうふうに見てたかちょっと考えてみてるけど、これちょうど青空見てるようなもんじゃないかな。あのそのどれもこれも見極められないこの深さがある、見据えられない奥行きがあるね。そういう
で、法華経国土として行線もあり、国空もあり、大海もあり、大地もある。これはすなわち実相なり、どれだ。そういうね、生命の実物地盤を国土として。で、行線。これはまあ、お釈迦さんが法華経を書かれたところ、行事線。それから国空もあり。 これは、虚空って、輸出本から出てくるんですけれど、お釈迦さんが法華経を説いてる時にですね、行事線で法華経を説いてる時にね、突然ね、その虚空に他方と、ね、たくさんの宝の、 国空に他方法がバーッと出現したっていうのは、それは高さが何十ユーロとかなんとかって、まあとにかく大きいらしいんだ。だからね、法華経ってやつは、法華経の、お経を読んだからさ、まるでレビューみたいに言ってみた。国空にそういう他方法って、もうたくさんのね、 あれが、叶われた宝刀が現れてきた。それから、大海もあるじゃん。これはね、大爆発に出てくるけれど、その多方塔の、でもって、お釈迦さんと、多方仏が、あれですね、出会ったところへ、今度、文殊さんが現れる。その文殊さんがね、 大海の底なる釈迦ランクっていうね、そういう宮殿から、文殊さんが出現してやってくるっていうね、話なんだ。これはまあ、大海もある、大地もある。この方面、これは、多方物が、その多方塔の中から多方物が現れて、そして、あれしてるときにね、 大地がね、一時にこう、古い酒で、そして、その中から無料は100,000万の、この、お札たちがバーッと出てきたっていうんだから、これの、その、レビューでやったら面白いと思うね。これで、なんか、ラインダンス、やらないから、とにかく、そういう、非常に、法華経っていうのは、 華やかな風景が、ついついと展開していくんだからね。まあ、興味のある方は読んだことある。で、つまりね、結局これは、そういう生命の実物にいろいろな風景があるってことだ。我々ね。これすなわち実相ない。これはまあ、そのまんま、ありのまんまだ。 世の中、その、生命の実物だ。実際にね、我々この、この人世の中に生きてるけど、どんなことでも起こってくるじゃない。それこそ、多方塔が急に虚空に出現するようなこともあれ、大地が震え裂けて、無量、無辺の菩薩たちがバーッと出てくる時もあれ、 これみんな生命の風景だ。で、それはそのまんま実物なんだ。自己の生命理の生命とかね、その生命の風景だから、そのまんま生命の実物だ。で、仏の知見なり、これそういう、また、そういう生命のあり方を本当に、見抜く知恵だね。そういう、
世相上従なり、まあ、世間ではそういうふうにいろいろの風景がある。世相はいろいろだ。しかしながらそういう世間のいろいろのあり方が同時にそのまんま諸法実相としてあるんだ。そうして、それが全く上従だっていうのね、出入りなし。 如実っていうのは生命の実物の中身だ。如来如如来。大体そういう生命の実物っていうのはね、そのうとうと分かれる以前に言ったけど、これまあ今と永遠の分かれる以前でもある。実物ってやったらね、これ人間の頭で考えればこそ、二つに分別して分ける、分けて考える。 ないとこういうふうに分けるでしょ。これは頭の話だ。生命の実物としちゃ、生命の実物は実物ってのはどこまでも不二なんだからね。不二。またここで出てくるのは無二や無三。これ全く一なん。実物ってのはこれは実物なん。<笑> で、絶対にその、あれとこれとって分かれる以前ですね。だから、時間的に言っても、今と永遠の分かれる以前。そういうのは、如来如如だ。如来如如だから、愚音だ。人事無量ない。これはまあ、方便本の言葉として、 仏知や人事無量だ、仏さんの知恵は人事無量、諸行無常ない、これ世相上従ないって言うとだけ言っちゃう、片手落ちが上従であると同時に時々刻々だ。これまあ宇治の巻、本を読んだけれど、宇治の巻には自己 人無人戒、人無人戒、これ今言う一心一切法、一切法一心だ。この自己というのは一心だ。それは一切法、人無人戒というのはあらゆる私と 一切とって、もう物理でね、自己人無人戒、一心一切。ところがそれが同時にね、事実が全くもうとどまっていない。一瞬先は過去だし、一瞬のうちは未来だからね。で全く自己刻々です。これ諸行無常だ。 ホッケ三昧なり、ホッケ三昧ってのは千年三昧、本当の千年入りの生命で、しゃがむ人物なり。これまたお釈迦さんっていうのを他人と考えちゃダメだ。お釈迦さんっていうのは今ここでする行だ。仏っていうと今例えばさっきも言ったけど、仏っていうのは大人になるということ、あれもあるね。 そうかと思うと、これ生命を最高価値とするっていう意味もある。それと同時に今ここでそれを行ずるっていう、こういう時に釈迦牟尼仏っていうね、道元禅師の、だから即身是仏というのは釈迦牟尼仏に至る。で今ここでそういう その生命の実物を今ここでやるっていう、そういうあれが釈迦牟尼仏。天ほっけなり、ほっけ天だ。これ天ほっけっていうのはね、ほっけに転ぜられるってこと。この天っていうのは、まあ、陰天っていう言葉が当たってるんじゃないかな。生命に引っ張られる。
生命の実物に変える。そうすると、
この生命の実物って言っても何生存だけじゃないんだよ。の生と死とひっくるめたところ、だから生には仏の御い命ない。今のやつは生きることばっかり考え、死ぬことはなるほど見舞い見舞いでした。そんなこと言ったってね、そのそういう観念だから本当は死ぬときは苦しますよ。病気するときでもそうだ、貧乏するときでもそうだ。貧乏は嫌、金持ちはいいと思うこと決め込んでるから、そうすると貧乏したときには俺は苦しいとこう思うんだね。だけどね、貧乏っていうのは苦しいもの、貧乏は嫌なもの、いけないものってこう決め込む必要ない。まあ私なんか、まあ自慢、その自慢言うわけじゃないけど、一生貧乏しかしこれ貧乏を何て言うかね、得意の一石としてるとこれ気楽なもんじゃないこれ、いや私のところに、まあ人さんが来て、これ一体どういう家なのかと思うじゃん。結構いい家なの。それなのに長にあるその造作って言ったらみんなガラクタばっかりだいや昨日もあれしたら保険に入ってくださいって言ってね、女房のやつが応接してるけど帰りそうもない。私はこっちで仕事してるのに、いつまでもやられちゃたまんないから出てって、奥さん保険にかけたくても私は金がないって言ったの。それでまあここはあったら、いやこんなにうちに入っててって言うから、これは私のうちじゃないんだ、ただ置いてもらってんだって。これまあ貧乏ってやつは気楽なとこあるじゃん。それだからね、貧乏悪いって決める必要ない。それで今まあそれこそ以前に比べや、まあ本当に私貧乏と言いながら悠々としてるわ。今は昔はもっと貧乏だった。それこそ自分の小遣い一文もなしっていうね。それで丸一年半いたんだ。自分の小遣い一文もなしで1年半っていうのは皆さん覚えがないと思う。どれほどないものかっていうとそうすると、とにかくちり紙に買う金がない。まあしょうがない、その新聞紙にこうやって持って尻拭いてたら地になっちゃってそれから歯ブラシ歯磨き買うことはできないんで塩つけてこうやって指で、そしたら虫歯がたくさんできた。それで虫歯ができても、こう痛んでも歯医者に行く金がないっていうんで、涙がポロポロ出しながら、ちょっと高いご飯食べて、ああっていうほどしびるんだもんね。それでまた冷たいなと、またへえってしびる。それで涙がポロポロ出しながら、それでも通っちゃった。で、まあ今から考えても、あれも風流だなと思うんだ。それでだから貧乏っていうのは悪いってこう決め込むと、それね、私の知ってる人で年取って、そしてまあ若い息子夫婦が打ち取ったんだけど、その息子が死んじゃって嫁さんの代、嫁さんが一家切り持ちた。そこに置いておいてもらって、それはまあ前死んだ女房のおばさんだったけど、もう一遍その来てくれ言うから、私も一遍は見舞いに行かなきゃと思って東京行った時行ったんだね。そしたらこんな情けない哀れなことになりましてって言ってたけど、何ちゃんとその頃の私よりちゃんと立派な家入ってさ、そして道具も揃ってら出してくれるもんもみんな結構なもんばっかりだと、これで貧乏とは言えないと思ったね。だけどあのおばさんは大体お医者さんの奥さんだった。だから贅沢してって貧乏は悪いとこう決め込んでるところへ、まあ多少不自由したもんだから情けな
自分の思惑で自分を縛ってるわけだ。みんなそうじゃないですか。結局これ三害が固くっていう話の後に出てくる。それみんな三害の固くっていうのは自分でもうあらかじめそのそういう価値判断を持つ余計な価値判断、貧乏は悪い病気するのは悪い、 死ぬのは悪いと、もう決め込んでる。それになるんだから、自分の価値判断で悪いって決め込んでるところになるんだから、これは悪いってなってる。だけどこれ、私の病気も六幕で若い頃丸一年寝たことあったけど、寝てるってのは楽なもんだと思うね。まあ肺臓だからそんなに痛いとこもなし、 何もしなくていいんだし、それでただ寝てりゃいいんだっていうのは、これだから病気で寝てるっていうのも結構なもんじゃん。で、いや痛いっていうのはかなわないと思うけれど、痛いっていうのも結局ね、それ通り過ぎりゃまたああほっとしたっていう時は出てくるんだから。それでまあそれもいろいろでね、 何も悪いっていう決め込んじゃいけないんだと。で、生じは仏の本命命ないっていうのは、何もかも自分の生命の実物なんだから、でそういう余計な価値判断を持ち込まないってことね。価値判断を手放しにしてる。価値判断を手放しにするっていうことが一番大事。 それが一切分の一切に生ずる。あれもこれもって。だから、これはあれかこれかでしょ。あれかこれかだ。一切分の一切として、一切分の一の私として、いつもあれかこれかって選択する。ところが一切分の一切としては、あれもこれも自己の生命。 実物だ。自分の生命は仏の多いんだ。だからあれかこれかでもって途方に暮れるくらいなら、あれもこれもっていうね、そういう生命の実物に向かう、ね、そういうのは自己純粋の生命の拝み、まあそういうところをね、まああらかじめ心得ておいて、 そしてこのその深さは計り知れない。どこで合格どこで不合格っていう話じゃない。いや私がこんな話してると、それこそどっち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 どっ
나로 꼬박하고 선생님들 네네 선생님들 놀 것도 되면 아는 나라 근데 근데 육기 사로 투나로 변신 노쇼나이 트나서거든요 근데 육기 사로 투나로 본인가리 주의 알 육기사부터 육기증어 안에 서로 고독해상 아니고 호피존 나가네 고독해상 안에 고마리와 서로 소라 고독해 난데 알아 소유근 이제 기호 사주게 고로가 고로 이마유 고로 고래감이 즉기 이제 안에 그런 쇼고 견도는 아닐 것이니 코로 코를 텍스트 2마이 맥스트 때문에 그래서 위에노 페이스 데이터 142 됐는데 코레노 시타노 단도 130って書いてある下の段の右から
2、5行目、十期は、すなわち、自己の戒律、知見なりと書いてあるでしょ。結局ね、今、話したように、生命の実物とは、あれかこれか、私が、いつもあれもこれもっていう。 最後の一切に向かって死亡するんだ、深まっていくんだ。これだけが分かって、本当に分かったときには、まあ、準備だね。自分の開示誤入のありがたさが分かるんだ。そうすれば、いつかは仏にないじゃん。それで、これだけはまず開示誤入しなきゃ。それで、本当に今度に開示誤入の入ってやらな。 深さに至っちゃ、これ、どこまでも深さがあるんだね。それから、大東国江南道の長州総計山。これちょっと、もう、時間があれだな。もうあと10分しかないから、今日はここまで差し止めたらこう。そうじゃないと、どうせ読み始めても、中途半端になる。